村上俊斗フェイダーウェイのシュートです。決まりました。ファーストバスケットは福岡です。児玉エルボーからのジャンパー、3連続でシュート決めてきました。これが西地区1位。フレンスキングバックカット入ってきた。テレンスキング、しかしここはエアです。裏からファンヌが来ます。さあ長を使うウェア、フェードウェイのシュート、面白いように得点が重なります。福岡です。リーグの中で2番目に失点が少ないという福岡です。裏からバウンズパスでワシントンだ。ブロックショット、エチニケ、いい守備が出ました。福島テレンスキング突っ込んできた。ユーロステップからシュートに行ってエンドワン。第2クォーターが始まりました。あっとここはスティール、34番アギラールです。村上からウェアが入った。バスケットカウントエンドワン。児玉からバンズパス、ワシントンテレンスキング手を伸ばす、下げて児玉。さあここは村上、中を使うウェアのフックシュート、うまい。エチェニケ、田渡です。今日が誕生日、バースデースリー来たー。バースデースリー決まりました。原武史です。村上です。シェア村上、最後はパスを選択、スローター。あーっとここはスティール、2021年の B1 スティール王。そしてここはスティール、2021年には今日この谷口からのスリーポイントというのも見られるでしょうか。中田周期、中田からワシントン、中に入ろう、入っていました。アギラールエンドワン。中田に2人寄ったところ、中アギラールミスマッチになってました。ワシントン下げて重富が指示を出します。中がいた、ワシントンフリーだ。決まりました。さあ田渡からエチェニケ、早く展開していきます。エチェニケ突っ込んでいった、決めた、エンドワン。グレゴリーエチェニケ、オールックのパス、素晴らしいレベアです。リバウンドを抑えて、ここで試合終了。81対67、西地区首位の福岡がその強さを見せました。